リアディデーラー、リアメカを取り付けます。これは昔レースで僕が使ってた初代の XTR ですね。93年に出たと思います。バトロまみれ、油まみれだったんですけど、25年ぶりぐらいに引っ張り出して、全部この辺もバラして全部洗浄しました。で、洗浄したついでにアルミのプーリーに交換してます。これも当時のちょっとオタクパーツ系で、どこにでしたっけ、 CDI とかとか そんなところだったと思いますね。で、洗浄してもうベアリングもオイルさしてるので結構動きはいいかなと。で、この辺もちょっとメンテループ油をさしておきます。メンテループはまあメンテナンス用なんで、あんまり揮発はしないかなと思いますね。ラスペネとかはすぐ揮発するので、どちらかというと作業用という感じだと思います。で、ここもアンチシーズを焼き付き防止剤を塗っておきます。まあ、ただただねじ込んで止めるだけなんですが、よいしょ、ただこれだけですね。まあ砂まみれ、泥まみれになってたんですけど、洗浄すると結構動きは良くなったかなと思いますね。まあ、当時レースで使ってましたけど、岩とかにそんなに当ててないんで悪くなってない感じですね。全然使える感じで、洗浄してオイルアップしたので動きはスムーズかなと思います。昔こういうオタクパーツ系プリが流行りましたよね。アルミ素材なんであんまり良くはないと思いますけど、なかなか90年代っぽくていいですね。まあ、ただ取り付けただけの動画でした。